広報岐阜、2018年4月15日号。新年度が始まり、春本番となりました。日中は初夏の暑さを感じる日もあります。皆様、お元気でいらっしゃいますかでは、内容をご紹介しましょう。市民に開かれた新庁舎、いよいよ工事開始。 岐阜市の財政状況。平成30年度の主な施策。案内。小型家電リサイクル回収ボックスを増設。家具の点灯から身を守りましょう。などのご案内。健康。4ヶ月時から3歳時健康審査。眼検診。相談。 検査などの5月の日程のお知らせ。幼児歯科薬物、復化物、塗布のお知らせ。以上です。市民に開かれた新庁舎、いよいよ工事開始。2021年の会長に向け、いよいよ新庁舎の建設に着手します。新庁舎は防災拠点機能の充実とともに、市民の皆さんが 便利で快適にご利用いただけるよう、ワンストップで手続きが完了する総合窓口や、ユニバーサルデザインの採用など、様々な整備を行います。また、隣接するギフメディアコスモスと連携し、さらなる賑わいと街の活力を創出します。市では、新庁舎が市民の皆さんの思いを反映した、より良い庁舎となるよう、 引き続きご意見を募集しています。お気軽にご意見をお聞かせください。また、市ホームページの新庁舎建設トピックスにおいて、様々な情報をお知らせしています。今後、工事の進捗状況もお知らせしていきます。市民説明会や市民ワークショップなどを開催し、広く皆さんの意見を聴取。 ワンストップで手続きが完了する利便性の高い総合窓口問い合わせ先新庁舎建設課電話番号214-6558番または岐阜市新庁舎建設トピックスで検索もできます岐阜市の財政状況市の財政を取り巻く環境は 社会保障関係経費の増大、公共施設の老朽化対策など、今後、ますます厳しさを増すことが予想されますが、今年度も引き続き行財政改革を推進することにより、確固たる財政基盤を確立し、未来を見据えた施策に投資していきます。平成30年度当初予算。 平成30年度当初予算は予算編成時期に市長選挙が行われたため政策的判断を伴う新規事業などの経費を計上しないいわゆる骨格予算として編成しました当初予算には人件費や扶助費等の義務的経費や施設管理費などの計上的経費のほか 継続事業にかかる経費を中心に計上しています一般会計の予算規模は高齢化の進展などに伴う社会保障関係経費の増加に加え四市一町による消防広域化の運用開始に伴う事業費の増加などにより骨格予算ではありますが平成29年度に比べ 12億8千万円増加しています特別会計は国民健康保険事業において県が財政運営の責任主体となることなどに伴い69億3000万円ほど減少しています企業会計は病院事業において病院情報システム整備にかかる企業債の償還が始まることなどに伴い 11億8000万円ほど増加しています。当初予算の会計別比較です。一般会計は平成30年度1562億3000万円。平成29年度が1549億5000万円で12億8000万円増加。増加率は0.83%。特別会計は、 平成30年度1,088億6,550万円平成29年度は1,157億9,710万円で69億3,160万円減少減少率は5.99%企業会計は平成30年度504億8,745万7,000円 平成29年度が493億439万9000円で11億8305万8000円の増加増加率は2.40%合計平成30年度3155億8295万7000円平成29年度が 3200億5149万9000円で44億6854万2000円の減少。減少率は1.40%です。当初予算の推移。市の一般会計予算は増加傾向にあります。平成30年度の予算規模は 高齢化の進展などに伴う社会保障関係経費の増加などにより骨格予算ではありますが前年度と比べ約12億円増の約1562億円となりました経常収支比率経常収支比率は財政構造の弾力性を示す指標です市税・税地方交付税など 毎年度形状的に収入される使途に制限のない一般財源のうち義務的経費をはじめとする形状的な経費に使われる一般財源の割合で求められますこの比率が低いほど自治体独自の施策に充てる財源が多くなり逆に比率が高いほど財政の自由度が失われます平成28年度は地方交付税の減などにより 5.5ポイント上昇しました経常収支比率決算ベース岐阜市が93.9%中核市平均は92.4%です比率の求め方経常収支比率経常一般財源総額分の経常経費重当一般財源 ×100 比率がが低いほど財政に弾力性がありますし残高市の実質的な借金である普通債は学校建設や道路整備などを行う際の資金調達のための借入金で財政負担が大きい大規模事業の実施にあたり他の市民サービスに影響を及ぼさないようにする 財政負担の平準化と将来その施設を使用し利益を受ける世代にも負担をいただく世代間の公平性の確保の機能があります市では将来世代に過度の負担を残さないよう普通債残高の縮減に努めています一方臨時財政対策債は国の地方交付税の財源不足を補うために 地方公共団体が肩代わりをしている借入金で、その返済費用の全額が、後年度の地方交付税で措置されます。国の財源不足が続いており、臨時財政対策債の残高は増加しています。資債残高。平成29年度、普通債が690億円。 臨時財政対策債等が645億円、合計1335億円を見込んでいます。財政調整基金と繰り越し金。地方公共団体における年度間の財源不均衡を調整するために設けられる基金を財政調整基金といいます。 市では平成29年度末に104億円の残高を見込んでおり、将来の財政需要に備えています。また、繰越金は約70億円を見込んでいます。以上、問い合わせ先は財政課、電話番号265-3892番です。 平成30年度当初予算における事業改革の成果たゆまぬ改革による自立した都市岐阜の実現改革の実りを市民へ行政の効率化や市民満足度の向上を図るため事務事業の見直しや職員定数の適正化など43件の取り組みを行い 財政効果額は約2億7000万円となりました。今後も良質で充実したサービスの提供に努めます。1、健全な財政運営の推進。財政規律を堅持します。経輪事業の健全経営の推進、ほか。自主財源を確保します。モニター広告付き番号表示システムの導入、ほか。 職員定数、給与の適正化を図ります。正規職員の食卓職員化、か 2. 効率的な行政経営の推進。民間活力を活用します。市民化窓口業務の民間委託化。必要性、費用対効果等を踏まえた事業等の見直しを実施します。 四市一町による消防の広域化、ほか、公共施設等の最適化と適正な管理を推進します。水道施設の計画的な整備の推進、ほか。三、市民の参画と共同の推進。市民と行政のパートナーシップの確立を推進します。まちづくり協議会の設立の促進。 4. 市民に開かれた市民満足度の高い行政の推進。市民の利便性の向上を図ります。岐阜市ゴールデンジュニアスポーツプランの見直し。職員の支出向上、組織マネジメントの強化を図ります。法令遵守及び危機管理の推進ほか。以上、問い合わせ先は、行財政改革化。 電話番号番です平成30年度の主な施策岐阜市総合計画が掲げる4つの将来都市像に沿って主要な施策を紹介します安心して暮らせる都市子育て支援 発達面に心配のある子どもに対する支援ニーズの増加に対応するため市南部に仮称保護者の就労実態や利用希望に応じて放課後児童クラブの対象学年を6年生まで拡充30箇所 利用時時間を午後7ままで延長35箇所します高齢者障害のある人などの地域生活支援高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターの機能強化に取り組むとともに障害のある人への身近な相談窓口を新設するなど 相談体制の強化を図ります健康増進医療の充実新たに自殺対策計画を策定し心の健康の保持増進を図ることで自殺者減少を目指します市民病院に最新の MRI 装置を導入するなど 計画的に「医療機器の整備を進めます。生活の安全空き家等対策計画」に基づき空き家に関する相談などを受け付ける総合窓口を設置し管理不全な空き家に対し適切に対応する体制を整備するとともに適正管理や 流通活用に向けた施策の検討を進めます総合防災体制の充実強化災害対応の拠点となる新庁舎について常設する災害対策本部室で必要となる防災情報システムの構築や 防災行政無線などの通信システムの移設に係る設計業務に着手します水星に加え、新たに山形市、本須市及び北形町を含めた4市1町による消防広域化の運用を開始し 都市間連携によるスケールメリットを生かした消防の充実強化を図ります便利で快適な都市地球環境保全対策の推進ゼロエネルギー住宅の取得や省エネ改修地中熱ヒートポンプ空調設備 家庭用燃料電池システム次世代自動車19電設備 V2H の設置に対する助成を継続し地球温暖化対策の取り組みを支援します循環型社会の実現 生ゴミを堆肥化できる段ボールコンポストの普及促進に対する助成を継続し生ゴミの排出抑制と資源化に取り組みますクリーンで快適な生活環境の充実東部クリーンセンター粗大ゴミ処理施設の早期復旧に向け 建設用地の地盤整備及び施設本体の建設工事に着手します。缶・瓶など資源ごみの中間処理を行う新リサイクルセンターの建設工事に着手します。稼働から38年が経過するかけぼらプラントの後継となる、 新ごみ焼却施設の整備に向けた検討を進めます産業廃棄物適正処理の推進北部地区産業廃棄物不法投棄事案については現場内の環境調査を終了し不要となる設備類を撤去します 利便性の高い生活環境の充実総合交通戦略の計画期間が平成30年度末で終了することを踏まえこれまでの取り組みをさらに推進するための新たな計画を策定します「活力のあふれる都市」 にぎわいある中心市街地の創出 JR 岐阜駅周辺における新たなにぎわいと街中居住の拠点となる岐阜駅東地区の再開発ビルの完成を目指しますまた柳瀬活性化の起爆剤としての期待が高まる高島や南地区の事業の推進を支援します 魅力ある観光振興ユネスコ無形文化遺産への登録を目指し迂回の魅力を広く国内外に向けて発信するプロモーション映像を制作します官民一体となって取り組んだ信長公450プロジェクトの精神を引き継ぎ 日本全国を走行する長距離トラックや高用車にラッピングを施すなど、信長港命名の町岐阜市の魅力を発信し続け、都市ブランドの定着を目指します。建築後61年が経過する岐阜城の老朽化が懸念されることから、 天守および資料館の耐震診断を実施します産業農業農の振興岐阜連携都市圏の厚生・市・町との共催で県域の幅広い業種の企業が参加する合同企業説明会を開催します 市内中小企業を対象としたセミナーを開催するなど人材確保と定着率向上に対する支援を拡充しますギフベジのブランド化を推進するため集客力や情報発信力の高い首都圏などで魅力的・効果的な情報を発信し 認知度向上と高付加価値化につなげます人生を楽しむ都市スポーツ振興市内で8月に開催されるインターハイのボクシングと空手道の2競技について着実に準備を進め競技運営を行います ホストタウンの推進2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けスロバキア共和国のホストタウンとして首都ブラチスラバ市に代表団を派遣し競技団体と事前合宿に関する協議を進めます。またスロバキアからの視察団を本市に受け入れ 市民との交流を図るほか本市の魅力を発信するプロモーション活動をブラチスラバ市で実施するなどホストタウン推進に向けた機運の雇用を図ります学校教育の充実人型ロボットペッパーを未導入校である小中学校 高29校にも配備し全小中学校においてペッパーを活用したプログラミング教育を推進しますキャリア教育について産官学連携のもとものづくりや高度なプログラミングなど魅力あふれる約20の体験講座を一堂に集め実施します 子どもが抱えるさまざまな問題や課題に対しよりきめ細かく対応するためハートフルサポーターと特別支援教育介助員を計8人増員します軽度の障害のある児童生徒が専門教諭による個別指導を受ける通級指導について 中学生夜間通級指導教室トワイライトを1教室増設するなど子どもたちがより支援を受けやすい環境を整備します単独で部活動の指導や引率ができる部活動指導員を新たに配置し各学校に派遣している ICT 機器専門の支援員 ICT サポータータのさらなる活用を図ります長良小学校長良公民館改築を着実に進めるとともに学校施設の老朽化対策やトイレ改修などの環境改善に取り組みます歴史ある文化の継承新たな都市文化の創造 国史跡岐阜城跡について平成19年度から実施してきた信長公巨漢発掘調査による成果を取りまとめ広く発信し遺跡の整備に向けた検討を進めます文化芸術指針に基づき本市の文化芸術に関する施策を総合的に推進します。 行政の効率化市民サービスの向上など公共施設等総合管理計画に基づき建物の健全性を調査する公共施設劣化度調査に着手します新庁舎について各種届出や証明書交付の窓口を集約し ワンストップでサービスを提供する総合窓口の設置に向けシステム構築などを進めますまたユニバーサルデザインを導入し誰もが利用しやすい快適で安全な施設として整備を進めます岐阜連携都市圏ビジョンの策定に続き連携中枢都市として 本市が中心となり、ビジョンに基づく34の連携事業を展開し、未来を見据えた広域連携の第一歩を踏み出します。案内。小型家電リサイクル回収ボックスを増設。4月から新たに5カ所増設し、全部で13カ所に設置しています。対象品目など詳しくは、市ホームページ。 または、ごみ出しのルールをご覧ください。新設した設置場所。設置場所。東部コミュニティセンター。悪民4-80。南部コミュニティセンター。加納城南通り1-20。日光コミュニティセンター。日光町9-1-3。長森コミュニティセンター。 前一式1-2-1。市橋コミュニティセンター、市橋6-13-25。改修日時、各設置場所とも午前9時から午後9時まで。休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌平日を除く。その他は、東部、南部、 北西部粗大ゴミ自己搬入施設、市役所本庁舎、南庁舎、西部北部北東部コミュニティセンターに設置しています。問い合わせ先、環境事業課、電話番号214-2418番です。家具の店頭から身を守りましょう。 生き残ってからのことよりも、まず生き残るため、死なないための努力を。地震発生時には家具が転倒することにより、下敷きになって怪我をする、逃げ道を塞がれ避難が遅れてしまうなどの被害を受けることがあります。地震発生直後の命を守るために、まず安全な空間を確保する家具固定を実施しましょう。 家具固定器具の取り付けを行います家電製品を除き寝室に設置された家具タンス本棚など床に置かれた家具に固定器具を無料で取り付けます1世帯につき家具2点までなお固定器具代は申請者の負担使用する器具は事前調査で決めます対象者 1. 1高齢者、65歳以上のみの世帯に属する人。2. 要介護認定者。3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。申し込み、5月1日火曜日から、12月28日金曜日までに申請書を会長日時に直接、都市防災部へ。 郵便番号500-8812重寺町2-9消防本部4階郵送も可能申請書は都市防災部、福祉部、各事務所、コミュニティセンター、公民館で入手できます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先都市防災政策課電話番号 267-4763番です。岐阜市スポーツボランティアメール配信サービスのご案内。主催者の皆さんへ、市内で開催するスポーツイベントでボランティアを必要としている場合は、メール配信で募集の周知ができます。市民、体育課までお問い合わせください。 スポーツボランティアに興味がある皆さんへ市内で開催されるスポーツイベントを盛り上げませんか特別な資格はいりませんスポーツボランティアメール配信システムに登録していただくと E メールでボランティアを募集しているスポーツイベントを紹介します随時登録脱会は可能で現在登録されている人は継続登録となっています 登録方法、携帯電話から、メールアドレス、t-gifu-sports-volunterer-sg-m.jp にカラメールを送信すると、登録用ページが返信されます。パソコンから、 登録画面、h t t p s s e r v i c e s u g u m a i l c o m g i f u s p o r t s v o l u n t e e r m e m b e r にアクセスして登録してください詳しくは市ホームページをご覧ください問い合わせ先市民体育課電話番号214-2370番です長良川遊覧船を運行します長良川を遊覧しながら 国の重要文化的景観に選定された景色をお楽しみください。戦場で抹茶をお飲みいただけるお茶船も運航します。期間4月28日土曜日から5月6日日曜日まで。なお、水位により運航を中止する場合もあります。運航協力金大人400円、子供200円、 3歳未満無料お茶船は大人、子供共に1000円。定員30人。お茶船は20人。受付4月15日日曜日より電話予約開始。当日空きがある場合は各出船時間の30分前から鵜飼観覧船事務所で受付先着順です。 時刻表「うかい観覧船乗り場発」「10時11時12時」「13時」「お茶船」「14時」「うかい観覧船乗り場発着」「問い合わせ先」「うかい観覧船事務所港町1-2」「電話番号262-0104番」です。 美濃を歩かずして、ウォークを語る中で。天下ふぶ、信長公の町、岐阜を歩こう。第17回、長良川 2day w ー,ーク日時は、6月2日土曜日。3日日曜日。受付は午前7時から。出発式は8時から。スタートは午前8時30分から9時まで。ゴールは、 午後4時まで。場所は、岐阜公園噴水女神像前。大宮町1。スタート、ゴール。コースは次の通りです。2日。金火山登山コース。A。金火山と中仙道。30キロメートル。B。金火山とべ紅の渡し。20キロメートル。C。 金火山と柳瀬、13km。D、柳瀬散策、8km。E、せせらぎの並木散策、5km。3日、ドドガがネハイキングコース。F、長良川展望、30km。G、金火山展望、20km。H、松尾池。 15km。愛、うか大橋、5km。参加費は、一般1500円、中学高校生800円。なお、当日申し込みは、一般1800円、中学高校生1000円。10人以上で事前に申し込むと、さらに200円引き。小学生以下は無料。 保護者の同伴が必要です。1日もしくは2日間の参加でも同額です。申し込みと問い合わせは、5月18日金曜日までに参加申し込み書、払い込み取扱票を記入し、郵便局で参加費を振り込む、または直接実行委員会事務局へ。住所は、都通り2-19、健康増進課内、電話番号、 252-7193番参加申込書は本庁舎、南庁舎、各市民健康センターなどで配布当日も受付します参加記念品として天下不部の院ピンバッジなどを申定なお駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用ください街中歴史ウォーク 信長公の即席をたどり、ブラタモリのロケ地をめぐる金火山登山。期日は5月19日土曜日。公典の場合は5月26日土曜日に順延。集合場所は岐阜公園総合案内所前広場。大宮町1。内容、時間、場所は次の通りです。第1部、歴史公園。 宣教師の見た信長公と岐阜城。社会教育課高橋正則。午前9時30分から10時まで。総合案内所前広場。第2部、ブラタモリのロケ地をめぐる金火山登山。午前10時10分から午後0時30分まで。総合案内所から、信長公巨艦跡。 タブレット端末による再現 CG を体験。七曲り登山道。金火山山頂、解散。定員は30人。参加費は無料です。申し込みと問い合わせは、郵便番号、住所、氏名、生年月日、電話番号。家族、友人と参加する場合は、その氏名と生年月日を、5月2日水曜日,日、出着までに、はがき、ファクス、 または、e-mail で、歴史ちづくりか、歴史ウォーク係。郵便番号、500-8701、今沢町18。電話番号、214-4596番。ファックス番号、262-0512番。e-mail、rekimachi、city.gifu、 g i f u j p へなお、申し込み者多数の場合は、抽選となります。境川緑道公園、ドントコイコイ祭り2018日時は5月5日土曜日祝日、午前10時から午後3時まで。場所は、柳津町地内、境川緑道公園、 悠然と泳ぐこのぼりを楽しみながら、子どもの日を満喫しませんか内容は、原三慶王検証射精大会、画用紙を配布、午前9時30分から午後1時、100枚限定、県立岐阜工業高等学校製作のミニ SL に乗ろう、このぼり茶会で一休み、有料。 身近な素材を使ったおもちゃ工作や理科実験、ボールに乗って健康体操、芝生いっぱいに広がるニュースポーツで遊ぼう、チャレンジラリーで楽しもう、大学生日本一になった勇壮なよさこい踊りなど、雨天中止、内容は当日変更の場合があります。家庭で眠っている恋のぼりを境川緑道公園で泳がせてみませんか 境川緑道公園では、毎年4月下旬から5月上旬にかけて、鯉のぼりが泳ぎます。家庭で眠っている鯉のぼりがありましたら、ご提供ください。大きさは問いませんが、ポールや風車などの付属品は除きます。ご提供いただける場合は、ご連絡ください。問い合わせ先は、柳津町町づくり協議会、電話番号、279- 番です。ホットトピック。岐阜南消防署新庁舎の運用開始。南部地域の防災拠点を充実強化。老朽化した旧庁舎から移転し、新たに建設した新庁舎を4月1日から運用開始しました。新住所。赤鍋本郷1-12。概要は次の通りです。 本庁舎等、訓練棟、主訓練棟、補助訓練棟と、防災備蓄倉庫、自家用給油施設、訓練用防火水槽、自家用発電機設備など、訓練棟、充実した訓練施設で災害に備える、自家用給油施設、災害時に消防車などの給油に活躍、問い合わせ先は、 消防総務課電話番号262-7161番健康保健所から5月の日程をお知らせしますまずはじめに4ヶ月時から3歳児の健康審査平成30年1月生まれを対象とした4ヶ月時健康審査東部コミュニティセンターは9日水曜日萌木の里は25日金曜日 西部コミュニティセンターは18日金曜日受付時間はいずれも午後1時から2時まで中市民健康センターは15日南市民健康センターは22日北市民健康センターは8日いずれも火曜日で1日から15日までに生まれた子は午前9時から10時30分まで16日から月末までに生まれた子は 午後1時時から2時までです平成29年7月生まれを対象とした1 0ヶ月時健康審査1日から15日までに生まれた子は中市民健康センターは1日火曜日南市民健康センターは2日水曜日北市民健康センターは7日月曜日16日から月末までに生まれた子は 中市民健康センターは23日水曜日、南市民健康センターは18日金曜日、北市民健康センターは28日月曜日、受付時間はいずれも午後1時から2時30分までです。平成28年、 10月生まれを対象とした1歳6ヶ月児歯科健康審査と育児教室。中市民健康センターは29日火曜日。南市民健康センターは17日木曜日。北市民健康センターは24日木曜日。受付時間はいずれも1日から15日までに生まれた子は午前9時から10時30分まで。 16日から月末までに生まれた子は午後1時から2時30分までです。平成27年4月生まれを対象とした3歳児健康審査。東部コミュニティセンターは9日水曜日。萌木の里は25日金曜日。西部コミュニティセンターは18日金曜日。 受付時間はいずれも午後1時30分から2時30分までです。中市民健康センターは11日金曜日。南市民健康センターは10日木曜日。北市民健康センターは16日水曜日。受付時間はいずれも1日から15日までに生まれた子は午前9時から10時30分まで。 16日から月末までに生まれた子は午後1時から2時までですなお、該当日に受診できない場合は事前に各市民健康センターまでご連絡ください次は、がん検診です肺がん検診、核炭細胞診です対象者は40歳以上の人のうち3日間連続して痰の出る人 各市民健康センターへ申し込んでください料金は510円です大腸がん検診便腺血検査2日法です対象者は40歳以上の人各市民健康センターへ申し込んでください料金は40歳から69歳の人は無料70歳以上の人は200円ですなお生活保護世帯の人は無料です 受診時に保護受給証明書が必要です提示されない場合は有料です健康手帳をお持ちの人はご持参ください保護受給証明書は生活福祉一課または2課で発行発行日より6ヶ月間有効です続いて相談・検査などについてお知らせします育児心配ごと相談北市民健康センターは 10日日木曜日南市民健康センターは16日水曜日受付時間はいずれも午後1時から2時30分まで那市民健康センターは16日水曜日午前9時から10時30分まで予約は不要です妊婦と夫を対象としたパパママ学級南市民健康センターに14日月曜日 午後1時までに集合してください予約は不要です女性健康相談不妊相談保健所健康増進課と各市民健康センターで土曜日曜祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで受け付けます対象者は不妊や女性の身体的精神的な悩みについて相談したい人火曜日から金曜日は ふれあい保険センターでも相談可能です。面接による相談は、事前に申し込みが必要です。精神科医による心の健康相談会保健所3階で16日水曜日午後4時30分から5時30分まで希望者は事前に保健所地域保健課へお問い合わせください。 総合健康相談窓口保健所保健医療課で土曜日曜祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで受け付けます対象者は薬物依存者とその家族アスベスト化学物質などについて相談したい人です引きこもり総合相談窓口保健所地域保健課で土曜日曜祝日を除く毎日 午前9時から午後5時まで。対象者は引きこもりについて相談したい人、保健所地域保健課へお問い合わせください。精神保健相談。保健所地域保健課と各市民健康センターで、土曜日曜祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。 対象者は大人の発達障害を含む精神障害者及びその疑いのある人に関し相談を希望する人です。エイズ検査。保健所3階で7日月曜日は午後1時20分から3時まで及び午後5時から6時まで。21日月曜日は午後1時20分から3時まで受け付けます。なお、 7日月曜日午後5時から6時までは即日検査のみです検査予約は保健所地域保健課へ申し込みください匿名で受けられます相談のある人は保健所地域保健課または各市民健康センターへお問い合わせくださいお問い合わせの受付は土曜日曜祝日年末年始を除く毎日の午前9時から午後5時までです 骨密度測定。南市民健康センターで15日火曜日午前9時30分から11時まで予約は不要です。対象者は市内在住の18歳以上の人です。遺伝相談。中市民健康センターで17日木曜日午後1時30分から3時30分まで受け付けます。希望者は事前に 中市民健康センターへお問い合わせくださいなお料金はいずれも無料ですその他健康に関していつでもお気軽にご相談ください幼児歯科薬物塗布副化物塗布についてお知らせします対象者は1歳以上の未就学児母子健康手帳を持参してください料金は無料です日程は次の通りです 中市民健康センターは8日南市民健康センターは15日北市民健康センターは22日いずれも火曜日で受付時間は午前9時から11時30分までと午後1時から3時30分まで萌木の里は21日月曜日午後1時から3時30分まで西部コミュニティセンターは25日金曜日 午前9時30分から11時30分までです。保健所各市民健康センターの電話番号は次の通りです。保健所健康増進課252-7193番保健所保健医療課252-7197番保健所地域保健課252-7191番中市民健康センター 252-0632番南市民健康センター271-8010番北市民健康センター232-7681番ですお問い合わせの際には電話番号をお確かめの上おかけ間違いのないようお願いします岐阜市の電話番号は265-4141ホームページアドレスは http://www.city.gifu.lg.jp email アドレスは soudan.city.gifu.gifu.jp です。 以上で広報岐阜2018年4月15日号を終わります。